皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。1月が終わり、2月に入りました。2月は中学校では学年末テスト、定期テストがありますね。さて、このテストでね、いい点を取るためには何が必要か。それはもちろん復習です。復習がテストの点を上げてくれます。ですから、テスト範囲が発表されたら、皆さんその範囲を繰り返し復習してください、ね、そんなことは分かってるよ、皆さん言うかもしれませんけど、もうちょっと聞いてくださいね。皆さんの中には復習は大変だと思っている人はいませんか？勉強で一番大変なのは、その項目を初めて学習するときです、ね、初めて学習するときには頭の中に何も入っていないんですから、それを一生懸命頭に入れなくてはいけませんよね。とてもエネルギーがいるわけです。でも復習、これはもう一回勉強して頭に入っているものを頭から外に引き出す練習ですから、初めて学習する時よりはそんなに大変じゃないんですね。いやいや、やったけれど大変だったよっていう人、きっと全て忘れてから復習していませんか、ね、全て忘れた状態で復習すれば、それは初めて学習する時と同じエネルギーがいるんですね。ですから復習は忘れてしまう前にしなくては効果がないわけです。それから復習するとき、ね、何が何でも書いて勉強しなければいけないと思ってる人いませんか？でもこの暗記に関するものについては、こうやってみてはどうでしょう、ね、問題を読んで答えが口からスムーズに出てくるまで、ね、口から出てくるような練習をすると、こういう練習どうでしょう、ね、書かないから時間が短くて済みます。時間が短いから繰り返す回数が増えます。ですから知識が定着しやすくなるんですね。問題を解くとき、まだ頭に定着してないのに、頭にしっかり入っていないのに一生懸命考える人いるんですけれど、頭に入っていないものは答えとして書けるわけがありません。ですからまず最初に知識を定着させるために、問題を読んだら口から答えがスムーズに出てくると、こういう練習をしてみます。そして答えがスムーズに出てくるようになったら、今度は書く、答えを書く練習に移るんですね。テストでは解答用紙に答えを書かなくてはいけませんから、書く練習も絶対に必要です。そして書いて練習した後、間違えた問題があったら、その間違えた問題ね、同じように復習してできるようにします。この時できてしまった簡単な問題まで全部解き直す人がいますけれど、簡単にできる問題ってもうしっかり頭の中に定着していますから、やらなくてもいいんですね。できなかった問題をできるようにしていくと、これが大切なんですね。できなかった問題、まず口からスムーズに答えが出るようにして次に書いてみるとね。そして最後にはね、やはりテスト前には通してやってみると、こういう練習をするといいと思います。こういうことによってできない問題がどん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 減っていって、テストの点が上がるのではないでしょうか。皆さん、この2月の学年末テスト、頑張って復習していい点を取ってください。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。